レオン・スピリアールと絵がめまいにちなんだスピリアールとへのオマージュとしての素像をベルギーのオーステンデにあるレオン・スピリアールとはベルギーの象徴主義の画家スピリアールとはオーステンデに生まれ子供の頃から絵と芸術に関心を示していた多くの素描と読集により彼は優れた独学の芸術家となった病弱で内向的であった彼は青年時代のほとんどを ベルギーの田舎や日常の風景をスケッチして過ごした。21歳の時、彼は自分が挿絵を描いていた象徴主義文学作品の出版元であるエドモンド・デモンの元で働くためにブリュッセルへ出た。彼は特にエドガー・アラン・ポーの作品を尊敬していた。彼の傑作の多くは水彩、ガッシュ木炭を用いたもので20世紀の初めに 黒色のクレヨンで描かれた多数の自画像も含まれる。スピリアールトはオディロンルドンから多大な影響を受けており、作品中の平行線での印象的な黒の用い方にそのことが見受けられる。スピリアールトの絵画ではよく夢の中のような空間での孤独な像が表現され、抑うつと静寂の感覚を鑑賞者に与える。後期の作品は海を題材にしたものに集中している。 彼は1946年にブリュッセルにて没した。ありがとうございます。